マイク、マイケル・リチャード・ポンテオは、アメリカ合衆国の政治家、軍人、弁護士、ハドソン研究所フェロー、ドナルド・トランプ政権で第70代、アメリカ合衆国国務長官を務めた。1963年12月30日、カリフォルニア州オレンジ生まで、曾祖,祖父母がイタリアからの移民、サンターナ在住時の1982年に、ロスアミーゴス高校を卒業。 その後、ウェストポイントの陸軍士官学校に入学し、機械工学を専攻。1986年、陸軍士官学校を主席卒業。陸士の同級生に、ブライアン・ブラタを、ウルリヒ・ブレチブールがいる。1986年から1991年まで、アメリカ陸軍機構部隊で従軍した後、ハーバード大学ロースクールに入学し、ハーバードローレビューの編集者として、 ホーム博士取得。1994年に卒業後、ウィリアムズ・アンド・コノリー法律事務所で法律家として働いた。社会運動の一員であり、2010年には民主党のラジゴイルを59%の得票で破り、2011年連邦会院議員に就任した。2016年11月18日、ドナルド・トランプにより、中央情報局長官に指名される。 ポンペオに対する公聴会は2017年1月12日に開催され、1月20日に上院の情報委員会は発生投票で承認した。同年1月23日、上院がポンペオの中央情報局長官の就任を賛成66票、反対32票で承認した。2017年5月、北朝鮮は、 アメリカ中央情報局と韓国の国家情報院が、キム・ジョンウン委員長の暗殺を試みたと発表し、暗殺に関与したアメリカ中央情報局関係者や、国家情報院トップの引き渡しと、正式な謝罪を要求した。同時期に訪韓し、キム・ジョンウン体制への反乱扇動などについて、脱北者の元中英講師と協議した。また、特定国を対象とした者としては、 初めての北朝鮮専門部署を新設した。これに対して金委員長暗殺を目的とした動きとする見方もある。また、同年7月には、ポンペオは金委員長の排除を示唆した。2017年4月13日、ワシントン DC の戦略国際問題研究所で最初の公式講演を行い、我々は大統領と国に情報提供するという単純だが、 難しい使命を帯びていると語ったと述べた。北朝鮮の金正恩委員長と会談した、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官マレーシアの首相、マハティール・ビン・モハマドと会談した、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官2018年3月31日に、国費に北朝鮮を訪問して2000年に、北朝鮮の首都であるピョンヤンを訪問した、アメリカのマデレーン・オルブライト国務長官と、 金正日総書記の直接会談以来のアメリカと北朝鮮のハイレベル対話を金正恩委員長と行い、比較化へ拘束されたアメリカ人解放などを議論したとされる。2018年3月13日にトランプ大統領はレックス・ティラーソン国務長官の解任とその後任にポンペオを指名したことを発表した。4月26日に アメリカ合衆国上院にて57対42で就任が承認され、これにより第70代アメリカ合衆国国務長官に就任した。同時にアメリカ中央情報局長官の後任はジーナ・ハスペルとなった。2018年5月9日にアメリカ合衆国国務長官として北朝鮮を訪問してアメリカと北朝鮮の首脳会談を調整し、 北朝鮮で拘束されていたアメリカ人3名と共に帰国した。2018年6月12日にシンガポールで開催された2018年米朝首脳会談ではトランプ大統領に同行し金委員長本人から過去の金委員長の暗殺を示唆した発言について質問された際は今も殺害を狙っているとのジョークを返した。米朝首脳会談後に自身のツイッターで アメリカ合衆国大統領と我々のチームが北朝鮮と議題にしたことは北朝鮮国内の人権、宗教の自由、日本人拉致被害者らだと明かした。2019年4月18日、北朝鮮外務省はポンペを批判し、2019年2月米朝、首脳会談後の米朝協議からポンペを外すようアメリカに要求した。2019年7月25日、 トランプ大統領がウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との電話会談を行い性的の調査を依頼していたことが後日発覚。同年9月に民主党は大統領の弾劾を目指して動き出した。調査が進む中でポンペオは電話会談を傍聴していた事実を認めたが議会の解明協力を拒否。部下の召喚も断った。2020年8月。 中東諸国を歴訪した。イスラエルとアラブ首長国連邦の国交正常化合意を受けたもので、訪問先のアラブ諸国に追随を促す狙い。2020年10月、アジア諸国歴訪。当初日程では、韓国とモンゴルも訪問先に組み入れられていたが、直前になってトランプ大統領が新型コロナウイルスに感染していることが判明した。ため両国への訪問はキャンセル。 同月4日には訪日し、東京で日号院の外相と会談するスケジュールに短縮された。2020年10月9日、バチカンを訪問。2019年の訪問時に設定されたフランシスコ教皇との会談はなかったが、ローマ教皇庁に対して中国の宗教弾圧の問題に真剣に取り組むよう申し入れた。2021年1月27日、 シンクタンクのハドソン研究所に2月1日から所属することをツイッターで明らかにした。2020年7月8日の記者会見の中で中国の領土紛争を煽る姿勢を批判。日本の尖閣諸島、ベトナム沖の南シナ海進出、ブータンとの国境問題を引き合いに出した。2020年7月23日にカリフォルニア州のリチャード・ニクソン大統領図書館、 博物館で演説を行い、共産主義体制と中国の習近平総書記による派遣主義の動きについて異例の厳しさで批判。対中政策の転換を示唆するとともに同盟国に対して対中包囲網を提唱した。2021年1月19日、声明で中国の新疆ウイグル自治区でのウイグル族への弾圧をジェノサイドかつ人道に対する罪と認定したと、 発表し、これに反発していた中国は、トランプ政権からバイデン政権への交代の際に、ポンペオラが中国及び香港、マカオに入ることを禁じ、ポンペオラに関わる企業や機関との接触や、小取引を禁止する措置で報復した。ありがとうございます。